駅のホームに足湯がありますよ。ここはどこの駅かな？上諏訪駅です。改札を出てすぐのところに観光案内所もあります。今日は葛飾北斎の富嶽三十六景にも描かれていて、日本三大古城の一つでもある諏訪の浮城、茶色い天守の高島城へ行きます。改札を出て右に行くとこの道に出ます。踏切を渡って縄手通りを歩いてきました。一本目の橋が見えてきました。地図で確認します。上諏訪駅から縄手通りを通って一本目の橋まで来ました。一本目の橋を渡ると三の丸です。二本目の橋を渡ると二の丸です。三本目の歌舞伎橋を渡ると本丸です。橋を渡って三の丸に来ました。三の丸には三の丸御殿や家老屋敷がありました。今は信州一味噌の丸高味噌、醤油があります。足湯もあります。二本目の橋に来ました。この橋を渡ると二の丸です。天守もちょこっと見えてます。二の丸には家老屋敷や米蔵、馬場などがありました。茶色い天守が見えました。隅矢倉側から見た天守、歌舞伎橋を渡って本丸に行きます。高島城は明治維新後に解体されてしまいましたが、約100年後の1970年に天守、歌舞伎門、隅矢倉などが復興されました。本丸の中を軽く散策します。隅矢倉を内側から見たところ、能舞台跡、本丸には能舞台があったようです。持ち方隅矢倉跡、読み方は不明です。富士見矢倉跡、土戸門跡です。本丸の勝手口です。外側から入るとこんな感じになります。諏訪護国神社、諏訪護国神社御柱、川戸門跡です。この門は三の丸御殿の裏門を移築してきました。城が湖に面していた頃はここから湖の船に乗ることができました。天守の中へ入ります。入場料は大人1名310円です。天守の中は1階が郷土資料館で、2階が高島城資料館で、3階が展望台になっています。諏訪は諏訪の豪族であった諏訪氏が支配していましたが、諏訪頼重の時に武田信玄により滅ぼされてしまいました。類稀な美人であった頼重の娘諏訪御良人夕姫は、親の仇である武田信玄の側室となり勝頼を産みました。信玄の死後は武田勝頼が後を継ぎましたが、織田信長に敗れ武田氏は滅亡してしまいました。信長も本能寺で亡くなり、1582年諏訪頼忠が諏訪領主となり、徳川家康の配下になりました。家康の武蔵の国への移動に伴い、諏訪頼忠も武蔵の国へ移りました。その後釜として豊臣秀吉の家臣であり、小田原攻めで功績があった日根野高吉が諏訪郡を治めました。高吉は大阪城の築城にも関わった人で、築城は得意分野でしたので、新しい城を築くことを計画し、諏訪湖に突き出た島に目をつけました。ここには高島と呼ばれる集落がありました。1592年頃から築城開始し、1598年に完成したと言われています。当時は波が石垣に打ち寄せ諏訪湖に浮かぶように見えたので、
諏訪の浮城と呼ばれました。葛飾北斎の富嶽三十六景の信州諏訪湖にも高島城が描かれています。江戸時代を通して行われた干拓事業などにより、諏訪湖岸は次第に高島城から離れ、現在のような位置関係になりました。関ヶ原の戦いの後、1601年諏訪市が丘陵に戻り、諏訪頼水が初代高島藩主となり、以降10代明治維新まで高島城を居城としました。1872年に高島城は破却されました。諏訪住民の高島城へ寄せる愛着は強く、1970年高島城は天守、歌舞伎門、住屋倉などが復興されました。破却前の天守の写真があります。天守は三重で、中は五層ありました。白黒でよくわかりませんが、茶色くはない感じです。天守閣の屋根は瓦ではなく、ヒノキの薄い板を拭いたこけら葺きという珍しいもので、これは諏訪の寒冷に耐えられる瓦が調達できなかったためと言われています。現在の屋根は銅板葺きになっているので、茶色のイメージを残したかったのでしょうか。現在の天守と並べてみると、3階の窓の数が違います。3階展望フロアに来ました。大きな復元模型があります。城下町から縄手通りを通っていくと、川が自然の堀となっていて、三の丸、二の丸、本丸へ行くには橋を渡るしかありません。天守の隣には小天守があったんですね。本丸には天守と小天守があり、出入り口は歌舞伎門と勝手口の土土門、船で出入りするときは川土門があったわけです。櫓は住櫓、持ち方付き櫓、富士見櫓があり、本丸の真ん中には二の丸御殿がデーンとあったわけです。外の景色を見ます。奥に見えるのが諏訪湖です。埋め立てられて随分遠くに行っちゃいました。正面奥には富士山が見えるのですが、今日はお休みです。橋の手前に戻りました。本丸の外側を散策してきます。小天守はないですが、小天守台が残っています。外側から見た川戸門、三の丸温泉、土戸門跡、住屋倉、諏訪市役所へ来ました。ちょっと行くと松平忠輝公館御柱があります。高島城南の丸跡に来ました。南の丸は松平忠輝のお預かりを務めて以来、高島藩が江戸幕府の罪人を預かった場所で、周囲は湿地で堀と柵で厳重に囲われ、ただ一つの橋が城に通じているだけの孤立した曲輪でした。忠輝公は徳川家康の六男で、越後高田60万石の城主でしたが、大阪夏の陣の直後、家康から勘当されてしまい、高島藩に預けられ、ここで93歳の生涯を閉じました。橋を渡って本丸へ戻ります。本丸には本丸御殿がありましたが、今は庭園になっています。天守のあるお城はやっぱりいいですね。
最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。